様こんにちは、三原明です。それでは今回もピンゾ TV やっていきましょう。この番組は、ですね、基地の情報であったり立ち回りであったり、これをですね、番組を通してお伝えしていき、皆様にピンポイントでズドンとこう設定を積もっていただこうという番組となっております。前回はですね、かなり、狙い台ですね、これの精度が高まってきたんじゃないかということで、狙いに行ったんですけど、結果振り返ってみたらやっぱり狙い台そこそこ当たってるなっていう感じはありました。今回もね、それを実践していきたいなと。で、一応今日の候補、全体的な狙いの候補はロングレスでバイオとオキトキデュオどっちかかなと。で、少数台だと、イニシャル D が最近全然だけやってないんで、そろそろやってきてもおかしくないんじゃないかなと思ってます。で、番組の最後に天草康夫先生によるデータのまとめがございます。高設定のデータなど、グラフを載せて解説しておりますので、そちらも参考になります。ぜひ最後までご覧ください。それでは今日も実践いってみましょう。絆見て、シンフォ見て、ギアス見る。めちゃめちゃ上手いじゃないですか。全然ダメ。マジ？姉もね、行くか。一人座ってくれたんで、一応自分の狙い台だったギアスの台も見える位置で、ちょっと姉もね、前半別していきたいと思います。難しいけど。でちょっとね、狙い台どれも取れなかったんですけど、一応台数的には全体系の候補にはなるアネモネから打っていきたいと思います。なかなかね、ちょっと設定判別すごい難しい台なんですけど、全体だったらなんとか気づけるんじゃないかなと思います。はい、33ゲーム、66ゲーム、99ゲームとかでゲーム数からのチャンスに入るようになってます。いらなければ特殊モードみたいな感じで、ボーナスが取った時にエピソードが出てくる可能性が高くなります。お、見ついた。あれ、我々の情報を僕は正確を失わろうと結構だいぶシミュレーション入ってくるんですよね。よし、来た。もうジャムチャンス目からですね。さあ、これね、最大体3ゲームの間にベルもしくは連絡で突破抽選されます。当たればボーナスですね。ベル1回見て、よし、出た。おげい、早い。最先どっち、ガリバーボーナスですね。ガリバーボーナス。さあ、アイテムレイヤーから紹介。男性キャラだと複数設定し、さあ女性キャラだと複数設定し、さあで、グラボーナス中に、昇格することがあって昇格にも設定差があります。で、何回レベルで昇格したとかで4以上だったり6以上だったりっていうのがあります。あと、レギュラーボーナス後はより期間継続するんで、ゲーム数天井とかは引き継がれるんで、そこでね、やめないようには気をつけてください。えい、これボーナス。ボーナスの価値は、レア役あと4人で AT の抽選してて、基本的にはビッグボーナス終了後のホワイトルームを経由して告知され、エッジの投票告知がされる。おお、あら、ここまで行きました。これはちょっと期待できる。赤だよ、赤。いやー、怖いな。うわ、弱い、ダメ、復活。
ダメ。あった。よかった。びっくりした。オーケー。ヘイ、じゃあ、やっていきたいと思います。
ないから。こっちじゃないんだって。またあの変な生き物ね。大丈夫か？こっちじゃないんだって。あれ、ラスト。こっち。左よ。私ゼロ初めてなんですけど。よーしゃ、まあでも赤まで削ってるんで勝てる。よし、セーフ。これは台湾タイムかな。そうですね、タイムトゥエルカス7カレバボーナスみたいな感じです。さあ行きましょう。まあでも今回は一応赤まで削ってます。チェリー、これはもうレインボーですね。よし、ギリギリ耐えてる。やれる日です。やれる日じゃないですか。やれる日だった。今までのちょっとなんかいろいろなトラブルみたいなの全部ここにつなげるためか。わいことできてるな。今日朝ね、ちょっと三原さんが電車が止まると言ってないんで。そう、朝電車止まって、まあでもちょっと早めに着く予定できてたから、まあ無事到着したんですよ。その後の並び、ね、抽選の並びでも抽選機のトラブルで止まっちゃった列に出て、今日なんかやばそうだなみたいな空気感だったんですよね。そうそうそう。わっ、危ない。バレッ、えい、よいしょ。いやー、ついに出てきたね、ロマーシュ。めちゃめちゃね、強い。あれ、プレイバックって出てきたってことは、これ変わりますね。うわぁ、チッチデイ。わぁ、見て、なになになに、え、ハリアルコーラさん。よし、これが、まあ、特化ゾーンみたいなボーナスですね。さあ入りました、リアル。いい音、懐かしい。これ20ゲーム継続してベルかレアヤムで必ずバーストを獲得します。で、まず1つ、これで連続して獲得するとさらにコンボっていうのが発生してバーストの数が増えたりします。よし、いいですね、身になって。よー、バイ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 。4コンボ、どうだ、うーまい。3人増えた。うわー、ナビない。これで一旦っす。コンボはシュー、エチップ。さあ、ここからは、ベルレアかける限りは継続します。よし、頑張れてる。さあ、ロー、ダッツ。さあ、今回でも21個獲得できました。まあまあ頑張れた方だと思う。もらった、パーフェクトだ。ミルバーシュパーフェクトだね、これ。いいっす。バイ。ヘイ、パーフェクトです。なんとか。ここはビッグを祈るのみで、ほら強いって出てます。アッカまで、うわ、ここでね、
割れた。あくまでは持ってきましたね。倒せる可能性まだある。2000。めっちゃいい勝負。よっしゃ、やれました。うちここまで持ってきたの初めてです。全部倒しました。はい、あそうこれ、2段階目のね、ちょっと強い AT みたいなのに行きます。で、そうですね、とりあえずまずは50ゲーム消化。もうでも1800枚まで行ってますからね。さあ、ということでここからは上位の AT クライマックスバトルに突入していきます。継続率が、約 89% 出ます。で、前半パート後半パートに分かれていて、多分アリモネが勝ち続ければ継続です。あれ負けてるよ。あー、びっくりした、びっくりした。そんな初回から負けることあんのかと思った。危ないねえ。大丈夫でした。え、これガリバージエンドボードだからやっぱ後半パートいってますよね。大丈夫なの。え、大丈夫？あれ？ちょっと待って。どうなってるの？あ、ネクストユレカバトル。これで2セット目か。横のセット継続画面で。4以上確定だったりっていうのもあります。エンディング発生で完走なんで、いやー、やれました。おー、投資4000円で完走しました。あ、ちなみに途中で5設定差とかは出なかったです。で、私の隣の台5設定差逆出てるんですけどやめちゃいました。さあ、ちなみにギアスなんですけど、後ろでこの2台で、これは2台とも、やめられちゃってます。で、見てる限りもそんなに強くないと。まあ、そうですね。で、17日にシンフォギア増大されてるんですけど、17日のシンフォギアは全だったと思います。で、私の狙い台これなんですよ。1台だけ空いてるけど、まあ、マイナス1000枚でやめちゃったって。まあ、ちょっと、まあ、ロング列の前台系探しに行きましょうか。見えてこないか。まあ、見えてきてないなら逆にチャンスですけど ね。矢原さんで遅刻とかしたことあるんですか。いや、2回ぐら
台ありますね。完全に寝坊するしたやつと、あ、途中でちょっと体調不良とか、まあ、お腹痛くなっちゃって、でそのさらにギリギリ間に合うかもっていうところで電車乗り間違えたりとか、なんかいろいろやるかしグダグダなっちゃって、まあでもまあどうなんだろうな、まあ、どうしてもね何かしらで遅刻しちゃうことはあると思うんで、そんなに誰かが遅刻しても責めないですけど、自分がやると冷や汗かきますよね。いや、まあ、パチスロ業界はもうみんなその発想だから、遅刻にはみんな優しいです。あ、そうかもしれないですね。優しい方だと思います、ね、ただ本当にそれにちょっと甘えちゃうとね、まあね、絶対ダメなんですけど、やめる、やめる、やめちゃいます。ちょっと全く分かんないんですけど、全狙いでまだ全然諦めもある状況で、そうだね、そう、全部私も持てないしで単品のパンパン本当に難しいのもあるし、だったらまだ見つかってないのをもうちょっとじっくり探そうかなと思います。なんでやめちゃいます。ちょっと長寿のパンパンです。はい、あれから結構時間経ってるんですけど、ちょっとうろうろする間に全体系ですね、一つはおそらくクレア、新しいクレアだと思います。でもう一つの、まあ、長い列の全体系というのがどこだろうと思ったんですけど、ちょっと確信はないですけど、ここのゼガペインとツインパとボンバーガールの列がちょっと調子良さそうかなっていうところで、もしかしたら奇襲全っていうよりかはこの一列全なのかなっていうところで、まあ、ゼガペイン1台やりたいんで抑えました。スランプグラフはこんな感じでプラスになってます。予想大丈夫ですね。でちなみに私ゼガペインまだ打ったことなくて初打ちです。まあ、なんでねちょっと詳しい解説とかできないかもしれないですけど、まあ、分かる範囲でちょっと調べながら打っていきたいと思います。でまあいろいろなんですけど、まあ、まずチャンスオンの突入率、これに設定差があると。で通常でリレア役からも、あとボーナスからも、まあ、高設定ほどチャンスゾーンの突入率って優遇されてるみたいですね。でチャンスゾーンに入った時もレベル2以上のスタートが多いっていうことで、まあ、チャンスゾーンの突破率も高くなってるっていうことだと思います。であとは、まあ、単独のデータボーナス、ここにも設定差があるんで、まあ、この辺りですね、ちょっと意識しながら打っていきたいと思います。なるほど、この秒針がおー、いった。ああこれが冬の舞浜。そうですね、ゲーム数の伝統数。冬の舞浜は三原さん、はい、突入に設定差あるらしいです。早めに当選すればするほど高設定っぽいですよ、冬の舞浜。マガジンのサイトに書いてる。150はちなみに1の方が構成しやすいです。ダメだ1だ。ほら見てこれ。じゃあ50ゲームで冬の舞浜とかに行けば暑いとか、まあまあそんなでかい設定差ってわけじゃないけど、まあまあまあってことですよね、はい、5.5 から9.4 だから、うん、みるみる減っていく。何もできずに、890ゲームまで行くと天井なんですけど、天井行ってゲーム数到達して即発動じゃなくて、スペック19ゲーム超えてから引いたボーナスで AT が発生します。なんでボーナスを引かなきゃずっと永遠発動しない。なんかすごい嫌な予感してるんですけど、おステップ3まで行きますと、どうだ、よし、めっちゃ大変じゃないですか。全7ゲームですね、これ300からちょっとですけど、OK、行きます。そう、これが、まあ、いわゆるチャンスゾーンですね。で
まあ、ST タイプなんですけど、強化中全役でレベルアップ抽選されてます。でこれがまあレベル2スタートになっていることが多いというのがこう設定挙動になります。聞いたよ、スイカ。よし、押せなかった。おふねー、これでとりあえず AT 以上は確定しました。でここでまた15ゲーム戻って続きやっていくと、ラスト、さあということで税ガラッシュだけですけど、ちょっと帰って調整しました。 AT これ税ガラッシュが100ゲームですね、100ゲームあって契約だったり、まあ、ボーナスでゲーム数の上乗せ抽選が行われる。違った、押せなかった中、さあこっちバックスいってきましょう。さあ、できましょう。欲しいよ。2。4つだよ。結構熱いはず。よし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 。おお。よし、ってことで、トップカゾーンです。おお。さあ、バネシメントモード。10ゲームですね。マイゲーム。この水中戦平均50ゲームらしいです。おお、うわーダメか。でもこのリールがちょっとなんか上に上がる感じが全員がペインって感じしますね。よしよしよし、そろえたい。やっぱこれ青だとダメなのか。見せてくれよ。お、ようやく。これはさすがにどうでしょう。30。でもバーソルが見たい。ラスト。ここで合計50。本当に平均通りでした。お、隣とオートロフに出た。そして。どうすかこれは。やっとボーナスつけた。あ、ちょっとねこれ集中なんで、あの天井の恩恵は受けれないんですけど、今日初のボーナスです。3つ目からさあ行きましょう。今度はバー揃えたい。あまり揃わないのかな。ちょっとやばそう。これ3ゲーム。プラス5やばい。プラス5で終わっちゃいそう。ラスト。お、いつもと違う。よし、揃いました。さあこれバーが揃うとループする可能性あるんですよね。せーの、
オーケー、2回いくよ。あー、青になった。おー、いってたけど3回。よし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 、4回。Okay, go. Six, 頼む。 Okay. 次7回目行ったら確かもう一回で戻るんですよね。パニシメント10ゲーム。せーの。大事。いや、多いのか。こんな説明してる場合じゃなかったかも。おー、揃った。オッケー、もういいんじゃないですかこれ。せーの。オッケー。そう、リスタートで10に戻るんですよ。よし、ゴー。よし、オッケー、オッケー。まずは100ゲームやりました。惜しいな。お、カドウ釣り、カドウ釣りからです。25。さあね、はい、ということで545枚でした。トロフィーは出ず。一応この台では1100枚ぐらいですかね、入ってますね。半分は入ってた。ね、設定2以上出てるっていうのが、まあ、デモ画面から2台以上は確認できてると。で、ゼガペイン1台設定4以上確定してるそうです。1個はこれだと思うんですよ。クレアですね、新しいやつ。これ合算とかもまあまあ化けもついてるし、まあいいかなと思います、これで。で、で、血が見たいのが、まあ、ボンバーガールからか。ボンバーガールが、まあなんか、これがね、高設定だとどういう動きするのかちょっとわかんないんですけど、結構まあ一撃である台で、1、2、まあ、3台プラス。スインパとゼーガ。じゃあゼーガから見てください。これね、さっきまでまあまあプラスだったんですけど、落ちちゃって、まあ1、2、3。これが、4以上ですね。マイナスだけど4以上。これはまあまあ綺麗で、一応同トロフィー隣なんですけど見てて、これが私が打ってる台。4台はまあまあいいみたいな雰囲気なんですよね。でもう1列がツインパで、一応まあ全台プラスとった感じなんですよ。まあめちゃくちゃ綺麗に出てるってわけじゃないんで何とも言えないですけど、難しい。天覧カグラ、まあ、カグラも出てるか。ここが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 台、まあ、9台だったら、まあ、ロング列って言ってもいいですもんね。なんとも言えないな、これプラスだけで言うと 1,2,3,4 台、まあ、5台かもしれない。あ、6。あ、確かに悪くはないですね。4台、一緒ぐらいですね。あの、同じぐらいですね、あの列とね、はい、なんかプラスのダイヤ、あそこどっちかじゃないですかね。で、マカグラ・アクエリオンか、ボンバーガール、ゼーガ、ツインパ。刺激、よし。へい、そうだ。さあ、行きます。覚醒ゾーン。なに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 、レベル2だ。あれ、ある。レベル2スタートしましたね。3でも出そうだけど、3とかあんま使わないって考えれば4以上の可能性は高くなってるはず。2ゲーム
ラスト。あー、ダメか。で、まあとりあえず1位には入れます。ラスト。まずい。110枚。難しい、この台出すの。これマジで6じゃないと無理感ありますね。ゼガペイもう二度と打たない方がいいと思う。ゼガペイもう打たないです、二度と。こんなことなるもん、1656ゲームとか浮いてない。遠隔です、これ。遠隔やられたか、出しちゃったから返せって言ってやられました。1000万円かけられんだ、やばいね。相当嫌われてるじゃないですか。確かに1000万円遠隔するから相当嫌われてますよね。どれどれ、お届けなんていい。これはお、これはさすがにじゃない。いや、これはさすがにじゃないですか。連続演出のやつか。いや、でもいけそう。ちょっと今のゲーム数見ときます。1751。なかなか使わないよ、6号機で。どれどれ、お、赤い。あ、さすがに来たか。ありがとう。さすがにだ。助けて、まだまだまだ 2.5 だけど、よし、あー、よかった。あー、長かった。ということで、なんとかね、1750ハマってボーナスいて手に入りました。でそこでまあ1回ボーナスつけたんで、まあ、ちょっと増えたかなぐらいですけど、本当にマイナスにならなくてよかったです。よし、じゃあもう時間も遅いんで、最後店内の方見てまいりたいと思います。そうですね、まずここは1列なのかなと思ってたんですけど、どうだろうな。最終的にはこれとかもすごいマイナスだし、結構一撃性高いんですね、ボンバーガール。まあ、ただちょっとゼーガペインがもしかしたら全部いいのかもしれないです。まあ、私がちょっとボーナスできなくて殺しちゃった可能性があるんで。で、それ以外のツインパーですね。この台、今水着出てます。水着のデモで、デモ画面水着で、左から2番目も水着出てるんですけど、これとこの台と一番左も出なかったんですよ。で、結構このね、ゲーム数回ってて、まあ、2以上が出なかったってなると、まあ、ちょっと高設定怪しいのかなっていう気がするんで、まあ、この一列前っていう可能性はちょっと薄くなったかなと。まあ、これ以外だったら税がピン前の方が可能性ちょっとあるかなと思います。あともう一個対抗で考えたのが、アクエリオンからカグラか、まあ、悪くない気もするんですよね。ここの列はカグラも結構綺麗に出てるし、あ、クラス、4箱2箱、まあ、ちょっとだからもしかしたらゼーガじゃなくてカグラ、もしくはカグラからアクエリオンの列かもしれないです。カグラがこんな感じか。いやー、ありそうっちゃありそうな気もしますしね。うー、1、2、3、これはもう確定してて、この3つは綺麗ですもんね。
ゼーガであってほしいな。ピンズドはい、実践終了しました。お疲れ様でした。いや今日は本当に朝から本当にいろんなドラマがありましたねまず電車が止まっちゃうとか、抽選機が止まっちゃうとかで、やばいんじゃないかからのドカンとね、アネモネで乾燥して、その後ゼーガピンでドカンと落とされて本当に疲れました。でも、結果の方ですね、報告したいと思います。投資が184枚、回収が682枚ということで、なんとかプラス498枚で、終わることができました。で、今日の、まあ、前代系のおそらく予想なんですけど、まあ一つ確定はクレアだと思います。もう一つロング列、これがちょっと怪しいんですけど、まあ、カグラかゼーガピンがちょっと迷ってて、どちらかというとゼーガピンかなと思ってはいるんですけど、もしかしたらどっちとも違うかもしれないですね。今日は、まあ、そのロング列というところ、やっぱね、今までまあまあ分かりやすかったんで、まあ、今日はちょっとひねってやってきたんじゃないかなと思います。で、この後最後に天草先生に、データまとめお願いするんですけど、私今回も、ピンポイントでの狙い台作ってきました。軽く見た感じちょっと精度落ちたかなっていう気がします。 まだ、大丈夫かなっていうところもあったんで、まあ、次回も同じようにちょっと狙い台を作ってみて、あともう一回見直して、今日入ってるところが、まあ、どういうデータだったかとか改めて見直して、次回また狙い台作っていこうと思います。それでは天草先生、データまとめの方よろしくお願いします。三原さん、お疲れ様でした。天草康夫です。今回ね、もう本当ジェットコースターのような実戦一日だったかなと思います。朝一アネモネでね、2400万完走して最高潮のところからゼーガペイン、まあ後からねちょっと説明するんですけど、悪くない島に行ったと思います。そこでまさか1759ボーナスからハマるっていうね、心折れます正直。まあそれでもなんとかねプラスで終えて、あ、まあすごい良かったなと思うんですけども、まあ今回のあのお店の傾向とか、いろいろこと考えた方がちょっと前回までと少し違ったのかなっていうのもあったので、そこら辺深く見ていこうかと思います。お店のスポンサー枚ですが、楽園立川さん9月22日、48,400枚、まあ、しっかりやっぱり今回も設定は入ってるなっていう形ですね。で、まあここでしょうって言ったらニュークレア、これも間違いないかないと思います。6分の6、前代勝利で平均2424枚、綺麗に出てますね。もう化けもついてますし、ここはもう前五郎前六だったんじゃないかなと思います。で、悩んだのが、いわゆる今回ロング列っていう今まであったものがちょっと見えにくかったと。で、実際最後データ見た時もロング列っていう仕掛けじゃなかったんじゃないかで、中で、座ったゼーガペインも7台中6台勝利で平均1291枚、で、まあ、前傾あってもおかしくないなって数字ですし、悩んだもう一個のアクエリオン、6台中4台勝利で平均638枚、ちょっと枚数は少ないんですけども、初当たりとか見ても取れてるかなと。だからもしかしたら、何ですかね、この辺、ロング島じゃなくてもう一個ぐらい前後の作ってるとかパターンに変えたのかなと。というのも、だんだん精度が上がってきて、動画で多分動画で言ったことによって、狙うお客さんが増えちゃって、お店の人も対策してきたんじゃないかなと、傾向少し変えた可能性がある。というのもやっぱりそのですね、予想した台前はかなり精度高かったんですが、今回は大体ね約5、6ポイントね 30% ぐらいでした。30% でも十分精度高いんですけども、まあ、意図的に外されているのかなってところもあったので、まあちょっと変化球今回はしてきたのかなと思います。お店さんが、まあ、その中でもしっかり立ち回って勝利してますし、もう非常にいい立ち回りだったと思います。あとは花々転写とかもね、4台並びとかありました。鉄拳5もまあ3台並びでね、前回ね、なんすか、参戦しますっていう話あったんですけども、またこれからね、これでね、また考え方を変えなきゃいけなくなると、立ち回りので、今回思ったのが、僕がもしやるならば、大体リゼロとか、モンキー4、ここに5、6っぽいのが毎回入ってるんで、台数考えるとそこ、まあ万が一前になっても嬉しいし、
そこ狙いってのもあるかもしれないです。というのもあのスピードが速く判別ができる機種なんで、他の台が6っぽかったりや引くとかもできますし、これ僕行くならここから狙うかもなと思いました。でその中でヒットアンドウェイしていくと、カメラがないとね立ち回りって楽なんですよ。カメラがあると僕回してる時喋りながらあんまりこう他の島にうろちょろ見に行くこともできないので、まあ、もし僕が参戦する時はそこのカバーリングを僕がやれたらなと思っております。で次回また楽しみにしてますので、ぜひとも募ってください。そろそろピンズドお願いします。はい、ということで今回のピンズド TV いかがだったでしょうか。まあ、今回も詰めたかどうかちょっと微妙な感じなんで、もう次回こそはですねもうズドンと積もれましたという報告ができるように頑張りたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。